第10回、コングレス、始めさせていただきたいと思います。日本ボールダンス連盟、運営委員会運営委員長、浅野努より、皆様に、ご挨拶申し上げます。ただいま障害にあずかりました、昨年から、JBDF 日本ボールダンス連盟の、運営委員長を、仰せつかりました浅野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は第10回、JBDF 主催コングレスを開催したところ、早朝よりまた各も多数皆様の遠慮はるばるお越しくださいまして、本当にありがとうございます。このコングレスの大きな目的は、皆様の中の、中で素晴らしい、ダンスのトレーナーとからコーチャーあるいは選手を育成しようということから、この日本のダンス界にそういうものを発祥しようということで始まったということです。毎回皆様方本当熱心にこの講習会をお聞きくださいますこと、本当に我々一同心から厚く御礼申し上げます。このコングレスは第1回の1回から堀口史郎実行委員長はじめ、あちらにおいでくださいます実行委員の方々が少ない予算の中で一生懸命知恵を絞って皆様方のにお応えしようということで、この頑張っております。どうぞ今日は素晴らしい講師を講師の皆様方をお招きして、皆様方のご要望に応えようというふうに思っております。大変長い時間なると思いますが、この講習を境に皆様方のダンス界ダンスにとって有意義な一日になりますよう、心から、お願い申し上げ、講師の皆様方には絶大なる拍手をお願い申し上げまして、運営委員長としてのご挨拶を終わります。どうもありがとうございました。それでは、最初のテーマ、映像によるダンスの歴史、これに入っていきたいと思うんですけれども、私先日前もって見せていただいたんですけれども、非常に貴重な、映像ですので、今まで見たことのない、映像ばかりだと思います。その時代を知っている先生に、今日は解説をしていただきたいと思いまして、解説の先生をお呼びいたしました。全日本テンダンスチャンピオン、全日本スタンダード、そしてラテンアメリカンチャンピオンの毛塚道夫先生です。皆様拍手を持ってお迎えください。毛塚道夫先生です。はい、よろしくお願いします。ちょっとじゃあ一言、あ、マイク入ってますね。皆様こんにちは。この度第10回目記念すべき、節目の、コングレスに、私をご指名いただきました堀口史郎先生から、私の家内パートナーの方にそういう連絡がありまして、私に、解説をということで、実は喜んでお引き受けいたしました。中には私が生まれる前のもありますので、この中には私以前の、ことを知っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、私の知る限りのことを、無声になっておりますので喋らせていただきたいと思います。またこの貴重な資料ですね、この映像をこれだけ集められたということに、大変私も驚いておりますけれども、これはもう本当にね、スタッフの方々集められた堀口史郎先生、感謝申し上げたいと思います。そしてまたこの貴重な映像を皆様と一緒に、拝見できることを大変嬉しく思います。それでは拙い解説になると思いますけれども、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。堀口先生よろしくお願いします。座らせていただきます。はい、選手の個々のあれにしましては
名前にしてこれで私が指しますので、あのその方がその名前の選手であるということをお知らせいたします。中にはチャンピオンで日本に訪れてない素晴らしいチャンピオンもおりますけれども、私名前とかレッスン受けたことがありますので、ご説明いたします。喉がカラカラになりますね。それではよろしくお願いいたします。このジェネラルダンシングは、アールズコートというとウェンブリーという大きなホールがあるんですけれども、これ約9000組のカップルがジェネラルダンスを踊っております。その他にお客様がいらっしゃるんで相当な人数だと思います。1936年、つまり昭和11年ですね、私の生まれる、4年前です。昭和15年生まれですのでね。これアレックス・ムーア先生が、その4種目に対して のこれ16ミリフィルムで撮ってるんですけども、パートナーの方は多分パットさんだと思います。奥様ですね、パット夫人です。で大体1960年代に入りまして、日本からその、代表権を取っていった選手たちはみんなこのアレックス・ムーアダンススタジオ、つまりジータダンススタジオですね、そこの ISTD インペリアルソサイティティーチャーズオブダンシングのメンバーの試験とか受けるので一応ここへ入学します。そして長期滞在して英国スタイルの競技ダンスを学ぶわけですね。だいぶ36年ですから、コンペティションスタイルと違うように思いますけれども、1940年代ぐらいからなりますと、もうかなりスピードとかパワーとかトリッキーな踊り方も出てきます。これは教授用ではなくて実際にその自分の一応デモンストレーションとして紹介しているわけですね。でムーア先生はアレックス・ムーア先生は大変な親日家で日本にも何回もいらしておりますけれども、日本の選手たちの競技会なんかでも大変プッシュアップしていただきまして、当時ですね、この次のこれが終わりますとこの次の映像になりますけど、日本で初めて世界チャンピオンを呼んで審査とデモンストレーションとそういうのをやっていただくわけですね。クイックステップです。大変貴重なフィルムですのでね、長く保存していただきたいと思います。何か機会あるごとにこういうのが上映できるといいと思います。今でも皆さん見たことあるようなステップも出てきてると思いますよ。大変ハンサムで優しいソフトな先生で、本当に日本の選手を可愛がっていただきまして、皆さんみんな留学するとこの学校に行って試験の勉強をし、そしてまた、競技でいろいろな、コーチの先生のところに行くわけですけれども、後ほど出てきたらまた説明したいと思います。これは1955年ですね、初めて日本に世界チャンピオンのレンス・クリブナー先生がいらっしゃいました。当時、この方は全英の選手権を50、51、52と、優勝して引退されています。だから日本に来た時は引退して2年後ですね。でこれはどこの会場だろうと思って2人で堀口先生とどこのこれ教室で撮ったんだろうっていう話してたんですけど、たまたま昨日そこの事務所の、東部総局の事務所のね資料室でもって、その本に場所が書いてありました、ニュー銀座ダンススタジオということですけども、どなたが経営されてたか分かりませんが、今はもちろんございません。たまたま逆光で撮っておりますので顔とかなんかが分からないんで、まあプロの方でしたら反対方向から撮ってね、もっと鮮明な画像になったんじゃないかと思いますけれども、スクリブナーとネリー・ダガンさんですね。
でこの当時日本のダンス界、まあ、1940年代昭和20年代ですかの頃っていうのは、まあ、あのチャンピオンになってもなかなか生活が苦しくて、塩ビ服をですねシェアで、交代交代で貸して背番号をつけたり袖をこう、折り曲げて中に入れたりとかして競技会出たという話を私は自分の父から聞いておりますけれども、特にあの生活が苦しくてなかなか習うお金がない人とかあるいは生活が非常に苦しんで苦しいのでね生活していけないという時に皆様お米とか大根とかお野菜を持ってきていただいてそれでそれをいただきながら物々交換でねダンスのレッスンをしてという話も伺っております。もうこの時点で55年で今でも使えるようなステップがねありますね。でこの当時はまだ世界選手権というのがございませんで、つまり英国だけで行われてましたのでこの全英選手権がイコール世界チャンピオンですね。世界チャンピオンといっても過言ではありません。60年代に日本の選手たちが初めて向こうへ行くようになりましたが皆この方の指導を受けて日本に多大な影響を与えた先生です。大変偉大な先生です。1960年代と70年代の選手は皆さん習いましたね。でこれもいろいろなエピソードがあるんですけれども一番最初にこのレン・スクリブラーが踊られた踊りを見たときに日本のダンスとあまりに違うと。でその当時日本 の, あのダンス界が踊っていたダンスは文献を頼りに文献と写真のみで勉強していたためにほとんどこう想像ですね想像で勉強していたためにスクリブラー先生が来た時にあなたの踊りと我々の踊りとあまりに違うということで質問いたしましたら、かっての英国30年ほど前の英国先ほどのアレックス・ムーア先生の踊りですねあれが あなた方の踊っているダンスだということを言われまして、スクリブナー先生が55年に来てからガラッと日本のダンスも変わりましたね。でこの映像は帰国する前に、撮られた映像でこのスクリブナー先生がこの判決を一切、当時の会長の藤村会長に移譲するということで、残してくれたわけですね。でこの映像が残ってたということは本当に貴重でもう素晴らしいことだと思います。レッスン受けますと、スクリブナー先生の人柄というのは、大変頑固で英語字で、いろんな国の選手とも私らともそうですけど習っていて時々トラブルありましたけれども例えば例を挙げますと一種目のうちに踊る競技会で一曲のうちに二度コントラチック使うのはおかしいというようなことをおっしゃいましてしかし回転から入るコントラチックと静止した状態から入るコントラチックを使ったらそれは違うのじゃないかと言いましたけども非常にご兄弟の方が皆さん音楽家とか絵画をやってまして芸術家でしたのでね非常に厳しい先生でした。同じステップを一曲の中で二度使ってはいけないと。でも大変ね温かい人間味のある先生で、すぐ感激して涙をこぼしたりとか、そういうことも、ございました。お二人とも1980年代にはもうコーチになっておりますのでね、今の1980年代以降の先生は選手たちはこの方のレッスンは受けられておりません。でも日本から初めて行きました篠田先生、才野先生、石原先生ですか皆さんこの方のレッスンを受けております。大変多大な影響を与えた方ですね日本のダンス界に。かっこいいですね今でもねパッと見たらコントラチックで。この左の方行きますとねちょっと画像が暗くなって消えてしばらく出てこないんですね見えなくてでこのレン・スクリブナーの後に56年にソニー・ビニック57年にアルフ・デイビス先生と続けて58年にまたソニー・ビニック先生とかいらっしゃるんですけれども毎年その方たちが来ることによって単独審査でしたのでね
チャンピオンが入れ替わるというようなことがありまして、スクリムナー先生が来た時には私の父が1954年チャンピオンでしたけれども、何としてもその文献じゃ物足りなくてわからないんで、何としてもその本場のダンスを見たいということで呼んでくれということを父とか選手がみんなすごくお願いいたしまして、呼んでいただいたらなんと1位から8位に落っこっちゃいまして、それでもうあまりにその日本のスタイルとね、イギリスのダンスがあまりに違いすぎるということで、中にはチャンピオン2人が揃ってね、あれ偽物じゃないかとかね、そういうこともね言ったエピソードが残っておりますけれども、ただすごいのはこの1955年、60年代の初めに篠田先生とが英国に行くようになりまして、その前に以前にちょっと長吉明先生もね行った時期があるんですけれども、その1960年の初頭に篠田先生が行かれまして、もう65年、わずか10年後ですね、1955年から1965年、わずか10年後にはもうその日本の篠田先生決勝に入るようになりました。だからこういうその進歩の飛躍的な進歩っていうのはもう考えられないようなね進歩を遂げたわけですね。でこの方あとでルンバも踊るんですけども、当時の9番ルンバではなくてスクエアルンバのようなものですね。これがそうですね、これがルンバですね、入りました。ユロンデとか多分自分で創作して入れてるんじゃないかと思いますけども、50年、51年、52年のブリティッシュ、モダンのチャンピオンですね。ね、顔がお見えになら、顔が見えないのが残念ですけども、大体感じてね、踊ってる感じで。スクリムナー先生とネリー先生ですね、パートナーの方、奥様ネリー・ダガン先生ですけども、お二人ともやっぱり大変な親日家で、日本の選手に大変なね力を貸していただきました。この方がスクリムナー先生の後の53、54、55、56、57、58、5年間ですね、全英のチャンピオンになりました。この56年に来た時のサリー・ブロックさんという方は女優で、まだパートナーチェンジしたばかりで、それほどでもないんですけど、58年にこの方が再び来ました時はもうその踊りは素晴らしいもんだということを聞いております。大変豪快なね、ダンサーでした。この方も日本の選手たちに大変、貢献していただきました。ほとんどの方が習っておりました。こうやってご覧になってますとね、使えるステップ、今でも使ったらいいんじゃないかっていうステップ、あるいは今でも使われているようなステップも映りますのでね、よくご覧になってください。ちょっと画像が暗いですけれども、まあ、今の現代の、今イタリアとか席巻してますね、世界のダンス界を、その当時のダンシングスタイルから比べると、状態はあまり反らせないということで、例えばコントラチックとかオーバースエーとかいろいろやりましても、ある程度以上反りますと、それ以上反るとね、やりすぎだということを言われまして、かなりね、コントロールされた時代がありますけども、今、何でもありの時代でね、女性が90度ぐらい後ろに反るようなね、バリエーションも大変多くなりました。ただ、あまりに、この当時はあまりバリエーションがございませんでしたので、その分、ベーシックが非常にね、ムーブメントが非常に素晴らしいと。それと芸術性が非常に高い踊りをしていたということですね。私は58年の時はまだ18ぐらいでしたか、この方のデモンストレーション初めて見ましたけど、何かその普通のそのテンポで踊っているにもかかわらず、まるでスローモーションビデオを見ているようなね、感じだったのを覚えております。大変ボリューム感のあるね、グレートなチャンピオンでした。
全英選手権5回優勝というのはその記録は大変長く続きまして、73年からリチャード・グリーブ、リチャード・ジャネット・グリーブですねが8回優勝するまでは、その記録は破られませんでした。この方が5回優勝しておりまして、54年はアルフ・デイビス、次のチャンピオンですね、オーストラリアなんですけど、海外から初めてそのオーストラリアのチャンピオンが生まれまして、この時は1954年はタイで、そして56年はアルフ・デイビス単独で優勝、2回の優勝を果たしております。そして57、58再びソニー・ビニック・サリーブロック組が優勝して、5回優勝の記録を作りました。かなりね、今でも単語ホールド深いですけども、この当時かなり右腕深いですよね、女性をホールドするっていうのは、まあ、したがってそれほど、反ることもできませんでしたでしょうけど、この時もまた世界選手権ないですね、スタンダードモダンの世界選手権が初めて開催されたのは1959年からですね。その時の初代がデスモンド・エリソンとブレンダ・ウィスロイド組でしたかね、確かピーター・グルトンの後のパートナーですね。私のメインコーチャーでもありました、ソニー先生はね、バランスの神様で、大変ね、そのバランスが取りにくいところなんかでもいとも簡単にね、こうバランスの取り方を教えてくれる先生で、もうバランスのドクターなんて私言ってましたけれども、音楽が入ってないのね、大変残念ですけども、後ほどね、解説の入ったのもありますけれども、スター選手権になりますと、スター選手権というのは当時の全英選手権、スター選手権、インターナショナル選手権ですね、それが三大選手権でしたね、英国の。このクイックステップなども、今でも使えるようなステップが入っております。ちょっとご覧になってください。この方は英国でロンドンで有名なハマースミスパレっていうところの試合人をしておりましたので、皆さんそこへレッスンを受けに行ったんですけどね、大変広い会場で私らもよくてそこでレッスン受けたり、大変毎日のようにそこで練習いたしましたけれども、ワイシャツ姿でタバコがお好きでね、短くなってくと両方口にくわえてね、取るの忘れちゃって両方にねタバコを口の端にくわえておりましたけれども、大変ね、優しい、いい先生でしたね。パートナー のサリー・ブロックさんは引退されてからは、審査員とかそういうことを一切やりませんでしたのでね、私たちがお目にかかる機会はほとんどありませんでした。BDF の会長やっていらっしゃるときに、BDF のディナーパーティーのときになりますと、サリー・ブロックさん、奥さんも一緒に、そこの会場に、ゲストをお迎えするんで、ね、来ておりましたけど。こうやって見てますとね、ちょっと暗いから分かりにくいんですけども、足首の柔らかさとかね、そういうのがもう素晴らしいと思いますね。初めて私この DVD を、堀口郎先生から送っていただいたのを私やパートナーと見た時に思わず絶句しましたね、そういうのが未だに残ってるっていうことも驚きましたけども、素晴らしい貴重なフィルムですね。これがもういろんな面の大勢の人に見ていただけるといいなと思いますね。スクリムナ先生にしてもソニー先生にしても今スターが入りましたね。This year the venue was the vast exhibition hall Earls Court, and here are some of the 9,000 dancers who attended. Now we come to one of the highlights of the evening, the grand final in the Star Professional Championships for this year 1957.
こうすごいですよ、馬が入ってきたりとかね、こういうセレモニーがありましたり、皇族の方も大変多く来てプレゼンテーションなんかしておりましたけれども、この画像の中には入っておりません。これはソニー・ビニックですね、当時のチャンピオンですね。ボブ・バージェスです。パートナーはドリーン・フリーマンじゃございません。スタミー・レッキーさんは日本に来たことありますね、デモをやったことあります。その方がアルフ・デイビスですね、オーストラリアのチャンピオンで全英選手権2度優勝しました。これは誰でしょうね、この方は誰でしょう、顔が見えないですね。ダブルロンでしてますね。会場の雰囲気がね、なんか素晴らしい感じいたしますね。The Star Championships have become the largest ever dancing event in the world. They are now a fine picture of Sonny Binnick and Sally Brock. これはソニー・ビニックさんですね、サリー・ブロックさんです。1955 champions just recently come back from America and also from Japan. 22番はベニー・トルマイヤー、シルビア・シルブじゃないでしょうか。シルビア・シルブですね。There's the great Irish couple.この方はチャンピオンじゃございませんけども、日本に来てデモンストレーションやったことあります。これ22番ですね。誰でしょう。顔が映りませんね、まだ。ベニー・トルマイヤーの感じもしますね。ちょっと画像が遠いですね。でもドレスが非常に長いんですけど貼っておりますね。これアマチュアのグランドファイナリストですね。この当時はですね、デニス・ユーデル、ピーター・グルトンがチャンピオンでしたか。これですか、ピーター・グルトンですね。パートナーはブレンダー・ウィスレードさんじゃありません。マイケル・ニーダム、モニカ・ダンスフォードさん、モニカさん大変美しい方ですね。私どももレッスン受けましたが、日本の選手の方ほとんど、これがアンソニー・ハーレーです。ジュニアのチャンピオンでね、もう決勝に入ってきてますね。この方が全英で優勝した時29歳で、69年ですね。69年東京で初めて世界選手権あったんですけども、その時の優勝ピーター・イグルトンで49歳だったんですね。ですからピーター・イグルトンの次のチャンピオンアンソニー・ハーレーまで20歳いきなり若返ってしまったわけです。これは誰でしょう。Number 56, Eric Donaldson and Edna Bunn. エリック・ドナルドさん、アマチュアの世界チャンピオンだった人ですね。Judge number 16, Jimmy Wild. Over there in front of the rostrum, Judge number 9, Harry Tucker. Couple number 40 there, Michael Needham and Pamela Curtis. マイケル・ニーダム、パートナー違いますね。パメラ・カーティスになってます。モニカ・ダンスフォードじゃないですね。Here comes the tango.アマチュアの決勝戦のタンゴですね。29番アンソニー・ハーレ、右側に今行きましたね。これアンソニー・ハーレです。ジュニアのチャンピオンを取ってすぐグランドファイナル入ってきましたね。これはオランダのカップルですね。でもこれがそうですね、約50年ぐらい前の大会ですからね、やっぱりかなりレベルの高いものだということが分かりますね。これは面白いですよ、レンス・クリブランのデモンストレーションと。ラテンが入ってますね、58年と。They are now at a team from Canada. Here come number four now, dancing for England. Len Scrivener and Nellie Duggan in an exhibition tango.
これは引退されてからもうだいぶ経ってますね。52年までのチャンピオンですから、6年ぐらい後でですね、引退してから。でも使ってる日が今でもね、使えるステップありますし、今使われてるステップもありますね、こういうのはね。はい、すごいですね、足技がね。ビッグトップからダブルロンでしてコントラチェックですね。終わりました。Now we come to the Latin American section in the Richardson Cup. ラテンはその国によって全然踊り方が違います。Competing number one, Holland, Wim and Mary Lear. ポットストーティングやったのはこれはドイツのシュミットっていう方ですね。Number three for Canada, Bartel Valvasori and Mary Anderson. この黒い鉛筆服でね、鉛筆服とモダンのドレスでラテン踊ってますけど、この黒いのはバリジール・バゾリ、新日課のね、もうあの私らの頃は審査してましたけれども、大変新日課の方でした。これがルンバですね。9番ルンバとも違いますね。Now comes a very lively samba. サンバはサンバらしいですよ。英国のチャンピオンがね、ちょっとどっか出てると思うんですけどね。Number three there, Bartel Valvasori and Mary Anderson. Right in front of the picture, the Irish couple, Cecil Clarke and Eileen Blenny. There are the English couple, Ben Patrick and Doreen Key. レオナード・パトリック、パートナーはドリーン・ケイっていう人ですね。なんか英国的な感じしますね、やっぱり。ラテンが。今のね、ダンスに近いですね、こうやって見ると。Man in a white suit there from Germany, Herr and Frau Kurt Schmidt. カール・シュミットしてますね、右側の白い人は。Finally comes the jive. ジャイブは今ともうほとんどね、こう似たような感じですね。Irish couple in front here, Cecil Clarke and Eileen Blaney.このリチャードソンカップっていうのはチームマッチですね、チーム対抗の。2組ずつぐらい出てきて、2組3組でしたか。はい、これはスター選手権60年ですね。もう62年ぐらいからビル・アービンが優勝しましたけど、今のベニー・トルマイヤーですね。これデニス・ユーデル、アマチュアのチャンピオンでしたね、当時。これは誰でしょう、58番。あ、これがデニス・ユーデルですね。ジョイス・ブラプトン、アマチュアのチャンピオン。これがハリー・スミス、ハンプシャイヤー、ドリーン・ケイシーって大変、上品なカップルですけど、日本には来ませんでした。見たかったんですけどね。これがビル&ボビー・アービンですね。この当時はまだチャンピオン取っておりませんけれども、でももうね、取りそうな片鱗がうかがえますね。ビル&ボビー・アービンです。これボブ・バージェスと、これはドリーン・フリーマンですね。単語ですね。これは誰でしょう。これはボブ・バージェスみたいですね。これがビル&ボビー・アービンですね、単語。はい、ご存知の方は懐かしいでしょうね、こういうのをご覧になると。これがボブ・バージェスね。これはデニス・ユーデルですか。解説が入ってないかちょっとわからないですね。顔が入ってないですね。カメラ据え置いてるから近く行きちゃうとね、顔が入らなくなってしまう。これボブ・バージェスです。ドリーン・フリーマンと、あの日本の選手、私どもも皆さんこの方に、ドリーン・フリーマンさんにもボブ・バージェスさんにもレッスン受けました。今度はフォックストロットです。ちょっと画面、これがハリー・スミス・ハンプシャイヤーですね。59、60、61年のチャンピオンですね。そして62年からビル・アンとボビー・アービンが優勝しました。はい、60年度の初めて、これでも第5回ですね、産経杯全日本選抜ダンス選手権。マグレガーという方は、チャンピオンじゃなかったですけれどもね、アレックス・ムーア先生の推薦を受けて、日本に来て単独審査されました。
これはもう丸山梅雄先生、小島哲司先生、増岡栄子先生、増岡一先生ね、須藤恭一先生、高柳先生、フェニックスの先生が3人、篠田学先生とフェニックスの先生が3組決勝入ってますね。この時の優勝は、増岡先生でしたね。1960年です。でも観衆もいっぱいですね。ちょっと画面が暗くて誰が分かりませんけれども、この頃はまだ日本の選手は誰も英国には行ってない時ですね。でもダンスはもう大変変わって、これ篠田学先生ですね。パートナーまだ川島雅子先生って言ってましたね。これは丸山梅雄先生ですが、ちょっと暗いですね。これは増岡先生と英子先生ですね。そうです、これ増岡先生ですね、今のね、はい。89番篠田先生ですね、はい。左が増岡先生、これ篠田、これは丸山梅雄田鶴子先生ですね。大阪のチャンピオンです。全日本チャンピオンを4回取りましたね。こちらは須藤先生でしょう。あ、順位が出てますね。これはジャック・マクレガー・ベミル夫妻のね、デモンストレーションです。女性が大変美しい方で、この方も女優さんだと伺ったことありますね。1960年の第5回産経杯ですね。産経杯は1979年までありましたね。80年から NHK 杯、日本インターナショナルに変わりましたから。会場はどこでしょう。1965年から初めて日本武道館で開催しましたよね、確か。でも日本の大会でも観衆は大変多かったですね。この頃から1957年でも、体育館が超満員になるようなね、時代でした。トラベリングスピンっていうのですね、これよく流行りましたけれども、クイックステップ入りますね、はい。それでも10年ぐらいで日本のレベルが世界ワールドクラスになったわけですからね。今でもそのやり方一つで、そういう時代になるんじゃないかと思うんですけれども、ホールドがほらだいぶ違いますよね。右ね、かなりクイックステップでもかなり深いですからね、肘が少し右が落ち気味な感じしますけども、でも62年のビル・アービン先生の頃からはもうホールドがかなりピーッとはね張るようになってきましたけど、アームストレッチとかボディストレッチっていうのがすごくね目立つようになってきましたね。共通していることはとにかく皆さん足首が非常にね柔らかいということですね。はい、やってましたね。はい、ここから音楽入りました。ブラックプールですね。1962年、確かこれピーター・イグルトンですね。今のビル・アービンとピーター・イグルトンを中心に撮ったの、これビル・アービンですね。この時に、日本から初めて篠田学雅子先生が英国留学されたと思います。
ガーヴィンさんですね、真ん中のね。これがブラックキーですね。これがピーターさんが入ってくるはずですけど、これがそうですね、ピーター・グリトンさんですね。ブレンダー・ウィスティングさんです。でこの頃からね、音楽入ってもいいようになったんですね。チャールズ・バーローじゃないですか、オーケストラは。専属のダンスオーケストラだから曲が入ってもいいようになったんですよね、きっとね。はい、65年ですね、これは。これもね、私印象に残ってます。というのも、初めて私が出た大会で、もちろん残ってないから映ってませんけれどもね。この時は篠田先生が優勝で、石原先生が2位でしたけど、石原先生が5種目中3種目1取ったんですね。篠田先生は2種目1でしたけど、残り3種目が2で、石原先生は1種目なんか悪い点数がありまして、その後これスケーティングシステムであれば3種目取った方がね、優勝だったんですけど、スケーティングシステムっていうのがかなり後になってからできまして、スケーティングシステムがないとちょっと英国はもっと早く負けてたかも分かんないですね。スケーティングシステムっていうのは、その少ない数字をね、たくさん取ってる方が勝ちということで、2位の人が4とかね、5がある一つでもあるともう優勝できないと。これ成瀬時宏先生ですね、49番。この頃は皆さんね、持ち番号が決まっておりまして、89番篠田先生の持ち番号ですね。これそうです、真ん中でコントラチェック、ルドルフ・ロンデですね。今でも使われてますね。これ真ん中誰でしょう、上手ですね。これ石原先生かしら、ね、トリッキーなね、踊りをする先生でしたからね。もちろんこれ決勝ですね。これ増岡先生でしょう、英子先生ですね。そう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 、これは誰でしょう、これ石原一郎先生ですね。ビッグトップからコントラッチェックですか。みんな、ね、お若いですから。ピーター・イグルトン先生のデモンストレーションです。後でちょっと興味深い踊りも見られますよ。この65年の時に、ピーター・イグルトン来てますけど、その次が69年に来た時が、東京で初めて世界選手権ですね、開催されまして、このピーター・イグルトンが優勝しておりますけれども、その時の画像が残念ながら映像がないんですね。その前年の、68年の世界選手権は映ってます。ちょっと篠田選手がちょっと出てきますけれども、大変ボリュームのある柔らかい踊りで、こう最初は1969年世界選手権でいらっしゃった時は、日本武道館で最初のワルツのナチュラルターン散歩だけで観衆がどよめいたのを覚えてますね。今でも動きがムーブメントが全然、違う感じでね、大変大きくて、でもこれも貴重ですね。このフィルムがあったっていうことは、実際にね、こう画像で見るとよくあんまりね感じないんですけども、実際生で見るとその動きのボリューム感とか柔らかさとかね、そういったものがね、もっとこうよく、分かるんですけれども、これはクイックステップですね。スマートな感じしますね。今でも使えますね、こういうねフィギュアは。今でも使われてるんじゃないですかね、実際にね。
ルンバクロスですね、2回やりました。ロンでしましたね。前にも言いましたけれども、この当時のダンスと今のダンスの一番違うところは、上体があまり反らないということですね。ピクチャーステップでもそれでも動きはね、すごいですね。この時ピーター・イグルトン65年ですから45歳ですね。45歳でこういう踊りをしていたんですね。素晴らしい踊りを。先ほど言いましたけれども、珍しい映像というのはピーター・イグルトンがラテン、これサンバですね、踊っているところですね。これ見た方が非常に少ないみたいですね。ピーター・イグルトンのラテンを見た方は。マチーシというステップですね。これはリバースロールですね。この当時はね、皆さん誰でもが、モダンもラテンも両セクションやってたわけですね。70年代後半からですね、あのモダンとラテンに分かれ出したのは。ピーター・イグルトンのこのラテンでも世界選手権ではグランドファイナリストでしたね。ドイツの世界選手権の時にね、日本人で初めて4位に入ったのが小島哲司先生でしたね。でその時はピーター・イグルトンは6位でしたね。もう、ラテンはね、その後はもうラテン、競技ではやらなくなっておりますけれども、最後頃ですね。はい、終わりました。これは1968年の東京で世界選手権やる前年度ですね。これビル・アービンですね。当然優勝した時ですね。これがそうです。カラーで音楽も入って、これが割合に分かりますよ。画像がはっきりしてますので、ね、これはピーター・イグルトンですよ、それとね。これはビル・アービンですね。これジョートラウツですね。これはあのドイツのルディ・トラウツですね。ルドロフト・ミシティルド・トラウツですね。ルディ・メッチですね。ルディ・メッチ・トラウツ。これはピーター・イグルトンですね。ブレンダーのあのヘアスタイルが特徴がありますからね。これがビル・アーヴィンさんです。オーバースエロンドですね。これジョージ・エンキンズってね、思い出しましたけど、アメリカのジョージ・エンキンズ、アメリカのチャンピオンですね。前衛で3位まで行きました。これがピーター・イグルトンですね。はい、篠田先生がこれがそうです。今左端にちょっと映ったのがね、篠田真奈子先生でしたね。この趣味に言われましたね、今。これピーター・イグルトンです。ビル・アーヴィン、ピーター・イグルトン、ジョージ・エンキンズですね。これロイヤル・アルバート・ホールは皆さんね、立って待ってるんですね。あの次のヒート出るのにね、かなりね、皆さんスピーディーで軽快でクイックステップです。ジョージ・エンキンズね、ビル・アーヴィンです。審査員がのけぞって避けてましたね、今。これがトラウチですね。ウレンダはその翌年の東京世界選手権で優勝してますが、その時で49歳ですね。これは誰でしょう。小さいですね、ちょっと数が。これあの会場はロイヤルアルバートホールですね、楕円形のね、実際はもう丸っきり円形で。これはどの位置ですか。でボックスシートになってましてね、あの中がねボックスの席になってます。それで飲み物を飲みながら鑑賞すると。ちょっと遠くて今ね、わからないですけど。あ、これがもう最後の映像になりますけれども、この DVD の最後ですけど、これも貴重で、今皆さんご覧になってて驚くと思いますけども。はい、ボビー・アービンさんとジャネット・グリーブさんですね。二人でもって今、
これから一緒に踊ります。これビル・ハビンですよ。ここにかけてる方ね、赤いのね、これね、ビル・ハビンさんが見てます。でボビーさん、ジャネットさんですね。これはもう1970年代でしたね、おそらく後半。ボビーさんが特徴あるんですね。こめかみの方をちょっと白く染めてましたのでね、特徴のあるんで1970年代後半ですね。今タンゴのソロをやってまして、途中からこの後から変わってきますよ。こっからボビーさんが男性役で、ジャネットさんが女性役ですね。これブラックプールのウィンターガーデンです。全英選手権やってるところの会場ですね。貴重なね、DVD ですよ。これは本当に貴重な映像です。はい、今度は逆になって、今度はジャネットさんが男性で、オープンナチュラルターンからシャッセロールして、スピンからオーバーターニングロックをやって、ナチュラルウィーブですね。僕らはその後にティプルシャッセって言いましたけどね。でスローアウェイオーバー制でポーズで終わって、でここでボビーさんが今度男性役で全く同じステップを、オーバーナチュラルターン、シャッセロール、スピンからオーバーターニングロックやって、はい、ナチュラルウィーブですね。それでティプルシャッセやって、スローアウェイオーバー制同じところで終わりまして、ここでちょっと離れて、ボビーさんが、ジャネットは私の弟子だと言わんばかりに左手をちょんと直します。はい、そして今度はスローフォックストロットです。2人がよく揃ってますよ。両方ともね、女性役で、今途中から男性と女性の役に分かれますよ。両方ともね、グレートチャンピオンですからね。リバーセーブ入りました。あ、スリーステップです今ね、これ。あれ女性のリバーセーブやってるんですよ今これね、シャッセロールやりました。はい、ウィーブ、リバースウィーブやってますねこれね。チェンジオブダイレクションです。はい、ボビーさんが男性、ちょっと腰を直しますよ。ほらヒップ振ってますもんね。ボビーさんが男性役でフェザーステップです。なんでもないようですけど素晴らしいですね、踊りはね。スタン3ステップですね。分かりやすいですね。インピタスターンです。普通のインピタスターンですね。はい、入れ替わりました。今度はジャネットさんが3ステップやってます。今度ボビーさんがリバースウェーブ、バックフェザーですね、リバースウェーブの。はい、シャッセロールしまして、ボビーさん男性役です。はい、リバースウィーブ、はい、ナチュラルフォーラウェイをちょっとやりましたね。タンブリングターンというステップですね、今のはね。はい、ナチュラルウィーブ入りました。うまいですね、男性役も。そう、バウンスフォーラウェイ入りました。はい、またリバースターンですね。リバースウィーブです。リバースターンの4からリバースウィーブです。3ステップ、はい、終わりました。終わったんじゃないですね、マッチャネットさんちょっと間違えましたけど、こっからまた逆に繰り返すわけですね、同じことを。反対のアライメントからね、同じことを繰り返しております。3ステップ入りました。インピタスターンですね。はい、はい、終わりました。これで全部スタンディングオベーションですよ。ブラックプールのインターガーデンホールですね。ああ、本当素晴らしいです。どうも拙い解説でどうもありがとうございました。本当素晴らしいですね。堀口先生どうもありがとうございました。あ、なんとかね、日本のレベルがもう一回ね、こうワールドクラスで活躍してもらいたいと思います。皆さんよく選手を指導して、相撲界と同じですね、技術、実技と、それから、歴史も教えていただきたいと思います。今のこのダンス界があるのは、本当にこういう先人たちの苦労があって、こういう素晴らしいダンス界になりましたのでね、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございました。今道夫先生に解説してもらったんですけども、今回この映像を見て、もうどなたに頼もうかと思っていろいろこちらも試合いたしまして、
道夫先生が一番合ってるんじゃないかと思っておりました。1957年から60年までの間 の, 資料を道夫先生が持ってまして、それをまたお借りして、実際はそのスター選手権4年分ですか、7、8、9、10ですから4年分が約2時間ぐらいの映像でプロもアマもあって、それも僕全部拝見したんですけども、これを今日やればそれだけで2時間かかってしまうと、本当に抜粋して色々の部分を抜粋して やったんですけども、また今日出ている資料っていうのはソニー・ビニックさんにしてもレン・スクリバーさんにしてもみんな抜粋されてあります。もう少し実際は長いところが残ってます。それで財団の資料室にはこれから多分貸し出し用にも作ろうと思ってますので、もしこういう古い資料をご覧になりたい方は財団の方へ申し込んでもらえれば見られると思います。それとまたここのいる皆さんの中でまたこんなような資料があるんですよっていうようなものがありましたら、また私の方に教えてくだされば、またいろいろの角度でまたこういう勉強会の中に使いたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。どうも道夫先生、今日はどうもありがとうございました。はい、それでは次の、テーマに入っていきたいと思います。次、ダンスにおける、障害予防トレーニングということでですね、大塚聡先生です。拍手で、お迎えくださいませ。こんにちは、大塚聡と申します。今日はダンスにおける障害予防トレーニングということで、実際のトレーニングも何点かお見せしますので、まあ、こういう今にも走れそうな格好で失礼させていただきます。よろしくお願いします。私のプロフィールはそちらのプログラムに載ってますので、まあ、詳しくはそちらを見てください。で、まあ、1時間という短い時間の中でなるべくですね、皆さんが聞きたいことを喋っていきたいなと思っております。私はですね、もうその特徴で言いますと、医療機関と協力し合って、運動を通してですね、いろいろな健康づくりに、励んでいると、指導しているというものです。で、医療機関と協力してというのはやはりですね、スポーツや運動っていうのはとっても体にいいんですけども、やりすぎや間違った方法で、こちらにある障害、これまあスポーツ障害ですね、使いすぎたりそういうことを起こすとですね、まあ、諸刃の剣、マイナス要因になってしまう。そして実際にどこかが痛いとかそういうことでお医者さんを訪ねてもですね、使いすぎだから安静にしててくれとかですね、まあ、そういう医師としてのコメントが多い。ところがダンスの選手、スポーツ選手は痛くてもやんなきゃいけないとか、レントゲンには異常がないんだけど何か痛いとか、そういうことが多いと思います。そういう時に、医療機関の方もそういう専門家がいればですね、そちらに任せられるということで、そういう、まあ、患者さんが私のところに紹介されてですね、こういう状況なんだけども頼むというふうにして、私はそういう選手や一般の方を、トレーニングを見させていただいているというような仕事をしていると思ってください。はい、それでですね、今日はこういったところでお話しさせていただくことを非常に光栄と感じております。それで堀口先生のご依頼でですね、ぜひこのダンスにおける障害予防トレーニングについて話してほしいというご依頼がありまして、ということはこのボールルームダンスという世界の中でですね、こういうことで悩んでいる方や、実際自分がそうじゃなくても生徒さんだとか教室の方が何かこういうことに壁にぶち当てている方が多いんだなと思いました。で、まあ、私も実際ですね、今堀口先生の
教室の選手といったりのかなの方を見てるんですけども、まあ、たまたま、まあ、彼女は半月板というのをちょっと壊しましてね、で手術をして今リハビリに励んでいると。それでまあ一山越えたんですけどもね、非常にそのリハビリトレーニングって辛いんですよ。これどんな選手がやっても辛い。でただ僕はいろいろな人を見てるんで、まあ 100% に近く大丈夫なんですけども、その何ヶ月かの間が非常に辛い、もう頭がおかしくなるぐらい辛いんですね。でまあそういうのをどう乗り越えていくかっていう話まで今日行くかどうか分かりませんけど、まあそういうこともやってます。まあ最近ではあのスケートの高橋選手ですか、銅メダル取った男子の人は靭帯をね、膝の靭帯切って銅メダル取った、さりげなく言ってますけど、彼もね相当なあの悩みの中から、ああいう結果を出したのでね、もう僕も見てて非常に感動しました。もう、そういうことで、皆さんの中からね後半質問があれば何でも受けてですね、私の答えられることは答えていきたいと思います。それで、今日はですね、まずそのボールルームダンスと私の関わりがもうかれこれですね10年近くなると思うんですね。堀口先生にご紹介いただいてですね10年近くなるかなと。それで私もこうダンスなんか好きなんでね、依頼を受けました。その依頼を受けたのもお医者さんなんですね、堀口さんのダンススタジオの生徒さんだったんですけど、そのお医者さんがどう見てもこの競技は体を壊すんじゃないかと。それにしては皆さんそういうトレーニングをしてない、まあ、フィジカルトレーニングと呼ぶんですけど、まあ、筋トレをやったりそういうダンス以外のそういうトレーニングをしてないんですよと。でちょっとプラスその競技の選手としてもちょっと体力がないように思う、でもダンスは上手なんですよねと、ということで、その選手を紹介されましてね、じゃあ、チャンピオンを目指してやりたいということで、そういうトレーニングを受けました。受けたというのはお引き受けしました。じゃあダンスを一度見に行かなきゃいけないということで、ボールームダンスの競技会を私見に行きましてね、いやこれはすごいなと。もうダンスというと華やかな芸術性あふれるものかと思いきやですね、非常にこれはもう体力を消耗する競技なんだなと。かつ本当にこれはね体に悪いなと、これはいい意味でも悪い意味でもね、スポーツっていうのはねなんか健康にいいことばっかりじゃないんですよね。マラソンだって本当に痩せすぎちゃったらね、体に悪いですしね。でこの間東京マラソンで途中棄権してしまったセカンドウィンドウの女子選手も実は私の仲間なんですけど、優勝候補って言われながら低体温症、体脂肪率が低いために35キロ時点で寒さに耐えられなくて病院に運ばれたというふうにですね、別にね体にいいことばかりじゃない。でもスポーツっていうのは健康増進とか体力がつく以外にもっとねたくさん得るものがあるわけですよ。達成感だとか感動だとか、ね、ダンスでおければその芸術性表現、人を喜ばせる感動させる、そういうことがスポーツですから、特にスポーツ選手、プロの選手っていうのはそういう怪我や痛みに耐えながらやんなきゃいけない時もあるということなんですね。それでまあその競技を見てですね、これはこうフィジカルトレーニングやっていかないと怪我につながるだろうというふうにまず思いました。それで、その選手たちの初めてのトレーニングをした日のことをまだ覚えてるんですけどもね、あれだけその人たちはかなりもうトップクラスだということで、あれだけのねパフォーマンスをする人だからかなりまあ体力あるだろうというつもりでプログラムを組んでいきました。そしたらですね、まず最初ちょっとランニングしようよということでジョギングを始めたら15分も持たないんですね。なんか青い顔してね、ああ苦しいですと、お二人ともね男女ペアでもう苦しいと、昨日何時に寝たのって、あんまり寝てません、なんか会議が遅くまであってとか、なんかいろいろ言いながら、そういう日がずっと続いて、まず生活習慣から変えなさい、ね、スポーツとして、ね、やるんだったら生活習慣から変えなさい。であとは15分も走れないようで、競技って確かね何分かを何本もやるわけですよね。
俺だったらやっぱりこうおかしいだろうと。で今度はじゃあ腹筋運動、体幹部皆さん聞いたことあると思いますが、この体の中心部分を鍛えるってことはダンスのパフォーマンスに非常に重要、どんなスポーツもそうなんですけどね。でその体幹部を見ようと思ってちょっと非常にシンプルな腹筋運動をちょっとやってみようかと。そしたらこれ本当にですね10回ぐらいかな、ちゃんとしたフォームでできたのは。いやもうダメですと。であとはこういうウェイトレーニングももう本当にね年齢だとかそういう人の一般レベル以下だったんです。で名誉のために言うと今は違いますよ、今は違います。でもその彼ら彼女らはもうダンス界では、まあ、トップクラスと言われる成績を収めてるっていうのが現実だったんです。じゃあこれは僕に紹介したその医師の言うことは本当だなと。このままやっていくとこれ大変だ、まずはパフォーマンスもいいけど怪我予防障害予防からいこうじゃないかと、いうことから、まあ、始めていきました。で、まあ、そういうことが私とそのダンスとの出会いのきっかけです。それで今日はねいろいろその障害予防に関して本に書いてあったり、何かを調べればね出てるようなその教科書的なことはなるべくお話しないで、私が現場で実際に携わった例だとかそういうことをお話ししながらその実際に使えるようなね何かその、まあ、技というか情報をなるべく提供していきたいと思います。はい、それでですねちょっと待ってください。はい、それでねやはりこう皆さんダンスの専門家の方たちが集まっていると思うんですけども、そのトレーニングっていうとね何かその筋力トレーニングこうなんかウイってやったりガッてやったりね、そういうことをちょっと想像されると思うんですけども、決してそうではなくていろいろなねそのフィジカルトレーニングというのがあります。それで例えば古い考えって言ったら申し訳ないんですけども、野球は野球のトレーニングの中でその使う筋肉を鍛えればいいんだ。サッカーもサッカーでいいんだと。で、ダンスもダンスでいいんだというふうにやっぱりまだねおっしゃる方が、いらっしゃいます。これね正しいんですね。どう正しいかっていうとね、ちっちゃい頃から関わってる人はそれでいい。例えばダンスにしてももう代々ですね。ダンスの家庭に育って物心ついた頃からしっかりこう姿勢も何もできてね、そういう方っていうのはで音楽もダンスの音楽、ね、そういう中で育ってきた人っていうのは比較的、そういうことが身についてる。サッカーもそうです。ブラジルの子供たちは何にも教えなくても身についてるんですよ。それなのに日本人東洋人の例えばサッカー選手がブラジルの真似をしよう、自由にやらせようって言ってもやっぱり日本人は日本人の特色があるわけですね。でダンスもそうで、ちっちゃい頃からやってない方が面白そうだからやってみようと、例えばもう思春期を過ぎてから始める方は多いと思いますね。そういう時はねやっぱり残念ながらその無意識にね体で覚えるような動きっていうのはもうこれどうしてもつかないんです。もちろん見よう見まねでやるその神経のその覚えると体で覚えるその回路が全く子供の頃とある程度大人になってから違うんですね。よって例えばダンスのパフォーマンスもこの人間はこのぐらいからダンスをやってどういう身体的特徴があるからここを生かしてこういうパフォーマンスを見せようと指導者もそういう指導をしなきゃならないと思います。例えば指導者の方がもうずっと生え抜きのダンサーでね、私の動きを真似なさいって言ってもねやっぱり無理なんですね。だから、まあ、そういうこともあってねそのやっぱりトレーニングというものが大勢の方は必要かなと。ダンスをある程度年齢で始めた方で皆さんは選手じゃなくても生徒さん教室の生徒さんも教えられていると思いますが、まあ、そういう方こそね大げさなトレーニングじゃなくてよくて
ね、ダンスで膝を痛めたり腰痛めたりしないようにちょっとこんなのやってみてくださいというふうに教室でちょっとレクチャーするだけでね、非常にそれは効果があると思います。ですのでそういった意味でね、そのトレーニングというものを受け止めていただきたいと思います。それで実際にね、じゃあ今度現実における話で障害予防トレーニングってあるんですが、今控え室でも堀口先生の、奥さんとお話ししててね、やっぱりなんかどっか痛いなと、痛いんだけどお医者さん行ってもなんか分かんない、使いすぎでしょうとか、休んでくださいっていうことがやっぱり多いんですよねと。でこれ本当そうなんです、ダンスに限らず。じゃあまずね、そういった時にどう対応していいのかっていうことを忘れないうちにお話しておきます。でこれをちょっと、まあ、見えない方もいらっしゃるかもしれませんが、この現実にはね、この医師との関わり方、どこか痛いおかしいなと思ったらお医者さん行かれると思いますけど、医師との関わり方なんですが、これ必ずですね、障害予防ということで言えば整形外科に行ってください。整形外科、これどういうことかっていうと、整体師だとか、まあ、マッサージだとかね、カイロプラティクスとかいろいろそういうふうにちょっと施術でですね、痛みを和らげてくれるというところがもちろんあります。それはそれで大変結構なんですが、やはり客観的にどういう状態なのかということを見れるのは今は日本では整形外科だけです。それでそれももう少し言うと専門医に行っていただきたい。膝が痛ければ膝の専門医、腰が痛ければ腰の専門医、これがポイントなんです。一般の方はにはそこまで言いません。ここにお越しの皆さんはおそらくそれなりのですね、責任のある立場の方だと思うんですが、選手とか、そういうお客さんに対してですね、やはりね、専門医に行っていただく。でこれは自分の行っているところで紹介してくれると思いますので、専門医に行くと。でそれで必ずですね、レントゲンだとか CT だとか MRI というものを取って、それで客観的に見る。特に大切な選手がいるような場合はそうです。それでもわからないのが病気というかね、こういうスポーツ障害なんですよ実は。それがね、ちょっと足の長さが違いますねとか、ちょっとあれですねっていう、分かるわけがないです。これは否定しているわけじゃないですよ。やはりそこへ行って、まずは客観的にどういう状況かを見て、それでトレーニングするなり、そういう施術のところで癒していただくと。ですので病気の判断はやはり医師です、日本では今のところ。それでおかしければ、本当におかしければ次へ行く、セカンドオピニオンってあると思いますが、どんな専門家の医者が見てもわからないのがこういう膝だとかですね、肩だとかですね、この中身なんですよ。先ほど言ったその半月板の彼女もずっと言ってたんだけど、ノーとも最高の専門医までたどり着いてやっと分かったというのが現実だから、これ誰が悪いわけでもなくて医師もわからない。ですので早い時期にそういうことを見つけておくってことが重要ですので、まあ、お医者さん行ったらね、煙たがられるぐらい質問をする。それで何か迷惑がられたらこの医者はダメだなと思っていいです。こういうこと言ったらなんですけどね、やっぱり自分の体ですから、お医者さんってもう何百人見るわけでしょ。でやっぱりこっちから訴えていかないと、普通に流されますから、やはり自分からしつこいぐらいにアピールして、その状況を聞くということですね。それでトレーニングなり、そういう指圧なり整体に行ってどうしたらいいかというプログラムを組んでいくってことが重要です、ね、だからそういう民間療法へ行ってこう言われたからっていうふうに安心しないで、必ず整形外科へ行って、見てくださいということです。それからじゃないと私なんかもトレーニングのしようがないということですね。それでトレーニングプログラムで、このトレーニングプログラムっていうのも、例えば今日じゃあトレーニングしようって民間のフィットネスクラブなんか行ってダンスをしてるんです、例えばちょっと痩せたいんです、どうしたらいいですか。そうすると大抵ね、
一つのスタンダードのトレーニングが大体決まってます。でそれをね一連にするだけじゃやっぱりダメですね。だから僕はそのパーソナルトレーニングっていうのを重視してるんですけど、個人個人皆さん状況が違うので、やはりその現実にはトレーニングプログラムというのを自分用にしっかり組むということが重要になりますね。でそれでこのトレーニングというのは実際にはどういうことをやっていくか、ダンスにおいて、これがこっち見えないですかね、筋力トレーニングを含めた、まあ、アライメントとバランスのトレーニングがダンスには必要だと思います。僕はそういうふうにやってます。筋力トレーニングを含めたというのはやはり筋力トレーニングは不可欠で、そこからまあアライメント、お分かりだと思いますけど、その姿勢とね、そのバランスのトレーニングを組み合わせていく。でそれがパフォーマンスも高めるし、障害の予防にもなるということです。で実はね、そのダンスのアライメントって本当は障害になりにくいんですね、ちゃんとやれば。で私も、まあ、素人ながらですね、そのダンスのスタンダードっていうんですか、あのスタンダードっていうのなんかはまあ非常にそうだなと。ただラテンのジャイブだとかあの辺になるとちょっと気をつけなきゃいけないのかななんていうふうに、最初思いました。でやはり筋力というと何かムキムキだとかそういうことを想像されるかもしれませんが、全然違うんですね。やはり立つのに必要な筋力、ダンスを何分間踊ったり長年踊っていくのに必要な筋力、そういうものをですね養っていかなければ筋力っていうのはどんどん落ちていきます。残念ながらここにいらっしゃるぐらいのお年の方はですね、何もしなければたとえダンスを踊っていても筋力はどんどん低下していきます。それを補助トレーニングによって少しでもいいからトレーニングをすることによって、その落ちるカーブはかなりゆっくりになってきます。これは全身性カフカの法則ってあるんですけど、全っていうのはこの切るっていう字、まあ忘れちゃっていいですけど、だんだんね負荷を上げていかないとどんどん体というのはその負荷に慣れていってしまいますよということです。ですのでダンスを毎日教えたり踊っている方はもうその状況に慣れてしまうので、その状況が普通になります。だから何もしないとそこからカーブが落ちていく。だからそのいつも踊ったり教えたりするように必要な筋力よりもちょっと上のレベルのトレーニングを続けることによって、その全身性が保たれて、筋力が維持されるというふうに思ってくださいね。それでそのトレーニングの、種類としてはいろいろあるんですけども、例えばアライメントでいうと、まあ私はあのお手本になりません、まあ、皆さんの方が上手だと思うんですが、要するに鉛直に立つということですね。鉛直というのは鉛という字ですよね。鉛直って言いますね、こういう字。この鉛直の状態を常にキープできていれば関節なんかに負担があまりかからないです。そしてラッキーなことにダンスでの高い評価っていうのはこの鉛直の姿勢っていうのがですね非常にいいんですね。で鉛直ってまあ垂直と同義語ですけど、何が違うかっていうと重力に逆らわない、重力に逆らわないでスッと立つ。私はあのダンスは下手ですよ。でもこれいろんな方にその生活習慣病にしても高齢者のトレーニングしてもそうですけど、人間はだんだんこうなる動物ですからね、こういうふうになっていきますから、この鉛直に立つっていうと非常に大げさに体が反っているようなイメージを感覚として持つ人が多いんです。でもダンスやってる方はそうじゃないと思うんですね。でもこの鉛直に立つ、スッとこう糸をつけて重りをポーンと垂らした時にどの状態でもストーンと自然に重力に逆らわずに立てている状態、まあそれをですねいかにキープするか。で上からこうぶら下がられてこうなんですけど、実際は動きがありますから重要なのはここなんですね。ここをしっかり引き上げて、引き上げてスッとこう立てる状態を
いかにキープするか。これだとどういう動作をとっても膝や足首にあまり負担が来ない。で、一番厄介なひねる動作、こういうのダンス多いですよね。このひねる動作っていうのがとってもですね危険なんですよ。で、ひねる動作の時も延直状態をすごく理想的に保てればスッといいんですけど、あのキャップを回す時、ね、にスッと回る状態と、こうこのなんかこう変な風に斜めにやった、あれをちょっと想像してください。スッといけばスーなんだけど、延直が保ててないとですね、グキッとどこかに変なベクトル、要するに力の方向がいろいろいってしまっておかしくするということですね。ですので、この延直をキープするためにも筋力トレーニングってのは必要なんだよ。ちっちゃい頃からやってる人は自然に保てるけど、やはりある程度の年齢の人はその腹筋をしっかり鍛えて、延直を保てるようにしなきゃいけない。で、延直保てないとどういうふうになるかっていうと、やっぱり代表的なのがこういう感じ。代表的なのがね、これは腰も悪くするしお腹も出てくると、かっこ悪いわけですね。で、理解してないと反りすぎちゃう。で、やはり腰椎、腰の骨をおかしくしちゃう。で、こういうことを見ていきながら、一人一人体の状況が違う。あなたは反りすぎてるから、もうちょっとお腹を引き上げて、ちょっとだんだん熱くなってきました。脱ぎましょうか。ね、反りすぎてるからお腹を引き上げてこう持っていきましょうとか、ね、例えばやはり生徒さんでね、こういう方いると思いますね。はい、胸張って、これじゃやっぱりまだダメですね。延直、ストーンと体の中に筒が通ってるような状況で、上からなんかポーンと落としたらストーンと下まで行く感じをね、何かその人その人によって声のかけ方をやっぱり変えなきゃダメだと思います。指導者としては、あの人にはこう、この人にはこう。だから長嶋監督なんか野球でスパンと行けとかなんか言うと思いますけど、あれね、実は本当にいいことなんですね。それで分かるわけです。だからダンサーの皆さん教える時も、何かおこの人はこう言うと聞くんじゃないかなと。だから A さん B さん C さん、同じ姿勢を取らすのに違う言葉で誘導していいんです。あの人にはこう言ってるか、この人はこういいんですね。それがやっぱりね、僕は一流の指導者だと思います。やはり教科書にあるような、一通りの言葉で、まっすぐ立ちなさい、背筋を伸ばしてお腹を引き上げてと言ってもやっぱ分からないわけですよ。それよりももうちょっと胸張ろう、視線を前にしよう、はい、あとは私がよく言うのは、つま先でしっかり立っておへその位置を変えないように、つま先でしっかり立っておへその位置を変えないようにしながら、かかとだけ下ろしてくださいと。そうするとクワッと引き上げられたままこうっていう、例えば一つの例ですよ。まあこういうような説明の仕方をします。実際はおへその位置は変わってるんだけど、イメージの中で変わってなければいいんですよ。例えばそういうことね、っていうふうに、トレーニングを進めていく。ですので、バーベルをガンガンやるとか、マシントレーニング、腕立て伏せをやるとか、そういうイメージではないです。だから腹筋運動もいろいろあるの皆さんご存知だと思いますけども、全部できなきゃダメです。特に選手は。全部ってどういうことかというと、ちょっとここにマイクのあれがあるので気をつけてやりますけど、まあ、こういう腹筋運動っていうね、代表的なのありますね。これも重要です。こういうふうに腹筋を、こういうマイクがあるんでこうですけど、こういう腹筋運動も重要。あとはひねるためにこうひねる腹筋、これも腹筋ですね。で、あとは最近流行りのアイソメトリックスで、静的な運動っていうんですけども、こういう状態で、これね、帰ったらやってみてください。見てるよりも大変です。このままずっと30秒ぐらいで片足上げたり、これでバランスも取れるんですけど、まあ、こういう運動があったり、あとは立った状態でお腹を引っ込めて、そのままぐーっと引き上げてくださいと。お腹を思いっきり引っ込めて、この状態で、お尻も締める、グッと両側からね、これをキープしながら動けと。で、こうやるとですね、ある運動はすごく得意でも、ある運動はすごくできない。こうガンガンやる腹筋運動は、ああ楽ですっていう人でも、じーっとこうやってる、さっき下でやったね、あれは苦しいっていう人もいるんです。で、
まあ、情報がたくさんありますから、いろんなトレーニング法が紹介されてる。でよく言われるのが、先生どれがいいですか、腹筋運動どれがいい、昔よくあったのは水泳と走るのとどっちいいですか。これ別にどっちもいいんですよね、どれでもいい。で種類が違う、目的が違う、体に与える影響が違う、それだけです。だからいろんなトレーニング法で、そういうのを編み出したり、そういう民間の、業者があった時に、やっぱりビジネスですから、これが一番いいんですよと売ると思いますが、決してねそれに誘惑されずに、全部やるのはいいことです。どれが悪いとはないと思う、極端に言うと。でもどこかだけに行ってしまわないように、やはりこれはこういう効果があるんだなっていうことをシンプルに理解するっていうことが必要だと思う。ですので腹筋もどれがいいんですかじゃなくて、全部いい。それで選手だったら全部できなきゃダメ。例えばこのグッドにしても、お腹引き上げにしても、それはダンスだとこういうのありますね。この時はまさにこういう力を使ってるわけですよ。ところが、まあ、ラテンなんかのなんかこうポンポンポンってやるのとかですね、くるっと振り向くのありますよね。ああいう時は腹筋ねじる力を使ってるわけですね。だからねじる力の時はねじる動作の補助トレーニングをしなきゃダメだし、ずっとキープするにはそのトレーニングをする必要がある。だからどれがいいですかじゃなくて、状況に合わせたトレーニングが必要ですよということになります。はい。で、まあそれでね、まあそういうことで本当にあのダンスに関してね、その補助トレーニングとあえて言わせてもらいますが、踊るという練習だとかトレーニング以外に、このような筋力トレーニングを含めたフィジカルな、ね、体の、ね、補助トレーニングっていうのは絶対必要ですね。特に、逆に言うと生徒さんの方が必要じゃないかな。やっぱりあまり運動してない方が来られる、膝を悪く、せっかく楽しくダンス教室に通ってるのに膝が痛くなるっていうことがあると思う、ね、で選手もそうです。すごくやはりね、僕も見ていて、技術って反復練習の繰り返しです。これはもう皆さんよくお分かりだと思う。もう反復練習の繰り返しだから、いかに踊る練習をしたかで多分決まってくるんだと思う。そうするとどうしてもこういう補助トレーニングが怠りがちになりますよね。そうするとせっかくやってきて20代ぐらいはいいですよ、勢いでいけるし、で少々痛くてもいけます。ところがせっかく長く続けようと思ってるのに、ね、そのほんのちょっとの補助トレーニングをやらなかったばっかりに、これからだっていう時期に怪我を発生してしまったり、そういうことってやっぱり多いんですね。これは、まあ、ダンスに限ったことじゃありません。で僕はこういう立場で今日お話しさせていただいているので、すごくトレーニングについて強調しています。でも今度はスポーツのコーチとしてお話しすると、やっぱりスポーツの、パフォーマンスを上げるためにはその競技の練習が一番です。これはダンスもそう、野球もサッカー何でもそうですけど、その競技の練習をやっぱり9割ですね。これでケアのための練習を 10%、 このぐらいの考えでもいいと思う。でもこの 10% をやらなかったためにですね、もうずっと後悔するってことはありえるというふうに、認識しておいていただきたい。運が良ければ何にもなくですね、ダンスを続けられます。でもやっぱり何かアクシデントがあって、せっかくこれからだとかダンスの楽しさが分かってきたのにっていう時に痛くてね、できないっていうことがあってはやっぱならないと思いますので、この 10% をねぜひね大切にしていただきたい。で大げさなことはいりません。で今日はね、細かいこと言えませんけど、まあ、せっかくのご縁なんでね、何かあればもう何らかの形で私のところにねご相談に来ていただければいいんですが、この 10% をね、重要にしていただきたい。例えばマラソンランナーの高橋尚子さんなんかがね、怪我をした後にいろんな、なんか横にこうやってなんかこういろんなダンスのトレーニングなんかをやってましてね、でなんでそんなの走るのに関係ないじゃないですかって言われた時に、確かに走るのはまっすぐだけなんです、
競技のパフォーマンスを高めるにはまっすぐ走るだけで十分、そこの速さが重要。でも練習中に何かを避けなきゃなんないときに、パッと避けるときにそういうトレーニングをしなかったらそれで怪我しちゃうんですよねと、それを気づきました。だから競技の成績を上げるにはその競技に特化したことをやればいいんだけど、必ずしもプラン通りいかないのが練習じゃないですか。何かあったりね、したり、あとはダンスなんか特にね、パートナーがいて自分となんか違う動きをパートナーがウイッとかしちゃうとこうなりますよね。これ僕は見てきて非常に感じてます。そういう時に怪我って起きる。その時にダンスに関係ない動きでもやはり対応できる能力を備えつけておくということが、長続きする秘訣だと思いますね。それでじゃあ、今腹筋運動について紹介しました。それでもう、あといくつかね、次はやはり脚筋力。腹筋は体幹部、体の幹と書いて体幹。これも最近流行りの言葉なんでご存知の方も多いとは思いますが、まあ、体幹部について今説明しました。次はやはり脚筋力ですね。脚筋力、これを鍛えてるとやはり膝の障害予防には役立ちます。それでこれもどこでやるか、本当は何にも障害が出てない時にやった方がいいんですけども、少々痛くてもやった方がいい時もある。これはもうケースバイケースなんで何とも言えません。でせっかくトレーニングするのに間違った動作、もっと痛めてしまいそうな動作をしている場合があるので、その辺のポイントをちょっと今分かりやすく紹介しておきます。スクワットトレーニングっていうのを聞いたことあると思いますね。まあこういうやつですね。こういう代表的な運動ですね。こういう運動、これは大腿四頭筋っていうももの前の、であとはハムストリングス裏、そして体幹部全部鍛える。キングオブトレーニングって言われて、まあ、何していいか分かんなきゃこれやっとけって言われるような何にでも通用する運動です。それでね、その時に結構これ間違いがある。それで例えば高齢者の方とかね、本当に足を弱めないための運動の場合はね、本当にこういう屈伸をやるだけでも十分です。でもダンスとか競技に関わる人の場合はやはりきちっとしたことをまずは理解しておくっていうことで、まず重要なのは、まあ、足の幅とかそういうのはその目的によって変わりますが、ポイントはね、まあ、後でやってみてください。膝がねつま先より前に出ないっていうことなんですね。こう横の方がまず見ていただくと分かると思いますけど、よくあるのがねこういうパターンですね。これはねあまり好ましくないスクワット。こっちへ来てほしいですね。こうね、こうならない。こうなるだけでつま先より膝が前に出るだけで膝にすごく負担をかけて、実は膝をトレーニングしながら痛めてる。よってスクワットのトレーニングをするときはまずは僕はこういうふうにやりましたけど、立場上もっとね簡単に手に腰でもいいですし手を前にでもいいです。こうバランスが一番取れる方法、これでしっかりと膝が前に出ない状況を作る。そのためには背中や腹筋の筋力も必要なんです。だからこうこれでやる。でましてジムなんか行って重さを持ったりねマシンかなんかでやる場合はなおさらです。自分の体重、自重負荷っていう自分の体重だけでも膝を痛めがちですから、何かを持ってやるの時はしっかりこの膝の位置を注意する。であとは視線ですね、下を向かないでこのまま降りてくる。これがね女性の方なんかこういうの多いんですね。であとなんか腰がこうパタパタこう折れてるよ、スクワットやりましょうって、これはあまり全然意味がない。やはり背筋を伸ばして胸前ね、こういう状況で、まあ、手これはね難しいんで前でもいいですけど、こうですので、まあ後で何かお話しする機会があれば捕まえて聞いてください。スクワットというものも例えばねやり方一つでトレーニングだと思ってたら痛めてたということがある。でもこれ知るか知らないかだけの問題で、
もう知っちゃったんでね、今日は膝を前に出さない。でも今度は現実問題、皆さん後でやっていただくとお分かりなんですけど、なかなかね膝をねつま先より前に出ないでしゃがむのって難しいんです。よってバランスの取り方とかそういうものをきちっとした専門家にま聞いてやるのが一番、あとはいなければ自分でどうかなとこう探してですね、位置を探してやっていただく。でこう上がってくる。でその時にじゃあこの動作ってスクワットに限らずですよ、早くやった方がいいのかゆっくりやった方がいいのかどっちがいいでしょうかっていう質問も来ます。でスロートレーニングなんていう言葉が最近出だしましたけども、これもまたどっちでもいい。短い時間の中で効率的に筋肉を肥大させる、筋肉を大きくするようなトレーニングが必要な場合はゆっくり、それもスクワットでいうと降りるときにゆっくり、下で少しキープして、でまた上がるときもゆっくり。こうすると負荷が小さくてもゆっくりやることによって筋肥大の効果っていうのは高まります。これ詳しいことはちょっと時間の関係では言いませんけどね。じゃあ早いのが悪いのかって、そうじゃありません。今度はだんだんトレーニングっていうものをそのダンスならダンスの競技に近づけた動作に、近づけていく必要がある。でダンスでまあこういうのってないですよね。これはもう完全に筋力トレーニングだけです。ところがなんかこういう動きで、例えば障害予防するにしても実際こういう動きをの刺激に適応させるためのトレーニングをするのはゆっくりじゃダメですよね。そしたらあえてジャンプでもいい、こういうのを入れていく必要があるわけです。でも基本はこの動作ができなきゃダメで、バリエーションとしてゆっくりがあったり早くがあったり、であとは膝なんですけど、基本的にはスクワットの場合膝を最後ストーンとこう伸ばしきらないこと、これはやはり関節をストーンとこういうことをやることによって関節を痛めます。で筋肉を強くするということで言えば、膝を伸ばしきらなくてもその手前でやめて十分、その方がいいぐらいです。というふうに何でもストーンストーンってやってやらない、スクワットね。例えばオーソドックスな腕立て伏せもそうです。肘の関節を痛めないためにはストーンってやらないということですね。腕立て伏せもこの辺でやめておくということですね。でじゃあ膝をカクンカクンやっちゃいけないのかというと、またじゃあ実際のダンスの場面で、ね、健康すごい健康な人だとします、膝もカクンとなっちゃう可能性ってあるわけですよね。なんかこういうのとかありますよね。でその練習をするんであればあえてそれを承知の上でカクンカクン、もしくはジャンプという運動を入れていくということ。だから目的は何か、膝痛めるかもしれないけど、ね、膝をカクンカクン伸ばしても対応できるトレーニングをしましょう、たらそうなります。じゃあ膝がちょっと痛いなっていう人、ひょっとしたら筋力不足かもしれない、筋力を鍛えればその痛みが少しは和らぐかもしれないっていう人には、ゆっくりで膝は伸ばしきらない運動、例えばこういう指導の仕方っていうことですね。だから あの人膝ガンガンやってるからダメなんだ、これ何にも知らないでやったらダメですよ。でもその人がそういうトレーニングを分かってやってるなら大丈夫。それでだいたいね、怪我をするときとかアクシデントあるときっていうのは意識を集中してないときです。トレーニングで何かやって危険性のあるリスクのあるようなトレーニングしてるときはあんまりならないですね。だからダンスを踊ってるときも予期せぬことが起きたときに怪我はします。何かひねったりね、なるぞって分かってたら必ず人間って反応してそういうふうにならない、まあ、これも覚えておいてくださいということでね、このスクワット一つとってもその目的だとかその趣旨をしっかり理解してやっていただくということですね。からトレイン、ちょっと椅子を、あとはそのトレーニングジムなんか行くとこういう足をこう伸ばす運動とかこういうのありますよね。これも同じ、例えばこれもの高齢者のトレーニングとか
そういうのでよくこういうのあります。大腿四頭筋、これもう膝をカクーンといかないでちょっと手前でやめていいわけですよ。もうその場でね、これ10回やっただけでも結構効きますよ。で特にゆっくりやるとね、何回か今これだけでも相当効く。ぐーっとね。で特にこの辺でちょっと膝を伸ばしきる寸前でちょっとやめてキープして、でゆっくり戻してまたこう、これだけでも効きます。だから競技の選手じゃない場合、生徒さんなんかね、お年を召した方にダンスをね続けるんだったら、例えば皆さんでレッスンの前にこういう運動を10回だけやるとかね、これね、これだけでいいの本当に。あの選手は別ですよ、でもこれだけをやるだけ。あとはさっきのスクワッドも椅子を使って、もうそんなに堅苦しいこと言わないで、こんな風にならないで、なるべくまっすぐ立とうよと、これを10回やろう、これだけでもいい。でまして競技の選手においてもリハビリのトレーニングなんかだと最初これもできません。ちょっとね、後ろの方見にくいかもしれませんが、こうやって足を上げてこう、こういうのありますね。これでも十分もものトレーニングで、おそらく皆さんはこんなの簡単にできると思うけど、そうじゃない方もいらっしゃる。これ例えば今日帰ってですね、ちょっとキープして戻す、これだけでもいい。これを意識してね、30回やってみてください。でも30回やると相当いいです。これは競技の選手でもこのぐらいでもいいと思う。 10% ならやるとやらないで大きく違うということですね。ですので手術の後は足上げることできませんよ。本当にできない。それができるだけでもすごく嬉しくなってくるっていうのがリハビリの現実ですので、筋力トレーニングっていうのはムキムキすることじゃないんですよ。いろんな正しい姿勢をとったり、こんなことでねいいのかっていうことをいかに続けるかっていうことをまず覚えておいていただく。で、あとは重要なのは大腿部だから、ももの裏をやはり特化してトレーニングするのは、これちょっとね説明難しいんですが、まあ、こうどこかに腹ばいになってですね、こう膝をこう曲げてくるわけですね。こう、これも今日どこかでね、これだけでもいいからやってみてください。運動不足の方はね、足つっちゃうかもしれないです。これだけで、これをまあ交互にでもいいですからやっていく。これハムストリングスといって、ももの裏の筋肉。それでパートナーがいればちょっと足をね曲げるのを邪魔してもらう。少しこういうふうにね、グッとこういうふうに邪魔してもらって力を入れてやっていく、ね、もう分かんなきゃ後でまあ聞いてください。そういうことをねやるだけで全然違うんです。でこのハムストリングスっていうのはダンスにはやはり重要っていうのは、ハムストリングスの筋肉というのは方向転換だとかストップ、こうやった時にガンとストップしたりグッと方向転換したりする時に使えます。日常だと坂道を降りる時とか、そういう時にはこのももの裏の筋肉ってすごく重要なんですね。ですのでやはりここのトレーニングも必要で、まあ、一例として言っときますと、先ほどのね半月板なんかを痛めている人は逆にレッグカールって呼ぶんですけどね、カールさせる、これはあんまりやらない方がいいというふうに、もうすごく個人差が出てくる。だからやはりそういうことを知ってる人になるべくね聞いた方がいい。トレーニングしたいんですと、ちょっとこう膝のね関節が悪い、でもじゃあレッグカールやりましょうっていう指導者も結構います。だから、その辺もねしっかり、やはり調べて、行く必要があるから。さっきのお医者さんもそうですよ。やっぱりお医者さんもねすごくよく見てくれる人とそうでない人がいるんで、そのスポーツの指導者もやはり選んでね行くようにしてください、ね、それ でそのスポーツの指導者でいうとね、やはりまだまだね筋力トレーニング、よし筋トレしようと、あのどこか民間のフィットネスクラブなんかに行かれて行くと、なんかねその筋肉をねしっかりつけましょう、それが美しいんですよとか、やっぱり女性でもこうムキムキ、ムキムキとは言わないけど、引き締まったボディには筋トレですよって言って、すごくこうやるようなパターンっていうのはまだあります。で、やはりねそうじゃないってことを
しっかり覚えて、でダンス競技に特化するならばダンスにふさわしいトレーニングと体づくりをやはりしていく、でプラスその個人に合った体づくりですね、僕もダンス競技会見てね、そのダンスの教えてる人とね、彼はちっちゃい頃からやってたでしょとか、彼はそうじゃないでしょって分かりますよ。やっぱり、うん、名前は言えませんが、あれはずっとバレエをやっててとか、もうやっぱりね、その人の動きって分かるんですね。 ですので、その人の真似をしようと思っても後発組は無理です。だから後発組は後発組の中で何かパフォーマンスを生かす努力をする必要がある。ですのでトレーニングもそうです。この人にはどう、ダンスでどうか、プラスこの人にはどうというふうに変えていく必要がある。でやはり古典的にね、筋トレがスポーツ競技の成績を落とすというふうに言われた頃がありまして、これはねやっぱり最初に日本にその筋トレが伝わってきた時、やっぱりねボディービルダーの人が教えたんですよ。でそれで代表的なのがバレーボールの日本チームだと言われてます。もうボディービルダーってこういうのが仕事ですから、ね、動ける体じゃなくていいんですよ、見せる体ですからね。それをそういうトレーニングをやはりバレーボールチームにしちゃったそうです。僕も見てないけど、僕もこういうのを勉強で聞きました。でその結果どうなったかっていうと、肩の関節動いてこういうことができなきゃいけないのに、あまりにもムキムキになったからできなくなった。力持ちにはなったけどバレーボールができなくなった。ダンスもそうですよね。力持ちになったけど華麗に動けなきゃどうしようもない。だからその辺のところです。だからそういうところを、まあ僕がやってるパーソナルトレーニングっていうのはそういうところをまあ事細かに見ていって、男女のペアでもやることはやっぱり違います。そういうふうにして、あとは踊りはその鍛えた体ね、いい意味で鍛えた体をどうパフォーマンスに生かしていくかっていうことだと思いますね。でそれがやはりその障害予防にもつながってくると思いますね。それで あとはね、今いろんなその動きだとかパフォーマンスだとか筋トレのことを言いましたけども、もう一つその膝なんかがねこう悪くなる原因としてやっぱり体重、これはねやはり重くなると膝に負担がかかる。だからダンスの競技者は、まあ皆さん競技の人はね気をつけてると思いますけど、そういう体重コントロールに気をつけていかなきゃならない。でもね、痩せすぎはダメです。やはりこのフィギュアスケートなんかにしてもね、やっぱり女性の人が痩せすぎてね、摂食障害、痩せてるのが美しいと思って摂食障害になってしまってね、もう痩せすぎちゃう、ね、こういうのダメで、いろんなね情報って流れてます。これをね、まあ、正しくね何とか理解していただきたいんですね。ダイエットにしてもね、痩せるのって簡単なんです。体重を落とすの本当簡単。よく炭水化物を抜けとかって言いますけど、炭水化物抜けば体重なんてストンと落ちます。でも本当は日本人は本当は一番抜くのはまずダイエットだったら油からです。脂肪で、脂肪分をやはり抜くことが重要で、これはもう栄養学的になんですけど、その、まあ、こういうねダイエットとか摂食障害もスポーツ障害の一つだと思うんでちょっと触れときますが、 PFC バランスっていうのがありましてね、 PFC バランス、 P っていうのはプロテイン、タンパク質っていうことですね。 F はファット、脂肪で、 C がカーボン、炭水化物で、大体まあその栄養学的に言うとお手本ではプロテインが15、ファットが25、カーボが60パーセンテージとしては。ですから炭水化物は 60% ぐらいで、脂肪分は 25% ぐらい、タンパク質は 15% ぐらいで、大体健康が保たれると言われています。ですから理想的にはダイエットの時もこの比率を変えずに落としていくっていうのが理想なんですが、実際は体重計の目盛りが減ると嬉しいから、この60の部分をみんな減らす。だから民間のビジネスの商品においても炭水化物を減らすと
簡単に減りますから、皆さんこういう大体取っててね。で、これが減らさないんだけど、もう結局ね、これが取りすぎなの。特にファットが取りすぎ。ですから脂肪を落としていく。で、炭水化物減らすとね、落ちるよと体重。で、なんで落ちるかのからくりを言っておきますと、この中で炭水化物だけは体に食べるでしょ。例えばご飯食べました。その3倍の水分を必ず体に溜め込むようになってます、結局炭水化物を、糖質として、まあ、体の中に蓄えますよね。体食べたらその時に体の中にある水分を一緒にその3倍溜め込むんですよ。だから 100g ご飯食べたらプラス 300g、400g 単純に体重が増える。で、逆にその逆が言えるわけですよ。ご飯をずっと抜いてれば本来一緒にそこにくっついてる水分がくっつきませんから、もしくは排泄されるんで、その分水分の分も落ちる。だからご飯を抜いぐっと我慢して3日ぐらい抜くとストーンと落ちるから、ああやったと思うんですけど、それはもう完全に水分、体の水分が落ちただけです。人間の体の 60% ぐらい、この60とはまた別に 60% ぐらい水分ですよね。だからそれ抜くの簡単なんですよ。だからそういうからくりで体重だけ落としてければそれでも OK。 だからこれはボクサーだとか軽量のあるスポーツの場合はこういう手法も取ります。でもダンスはそういうのないでしょ。やっぱり綺麗な筋肉で体脂肪が少ないっていうのがいいわけで、そうするとやっぱり脂肪分を落として、やっぱご飯を食べなきゃ。ご飯っていうのは炭水化物は糖質と、ごめんなさい、約イコールですから、糖質っていうのは活動のエネルギー源の一番大切なものなんですね。糖が。で、特に脳のエネルギーは糖だけです。ブドウ糖だけ。よってダンスって表現したりパフォーマンスしたり見てる人を喜ばすっていうような、その必要じゃないですか、脳のね、働きが。それが炭水化物減らして脳のエネルギー源ブドウ糖が減ったら、やっぱりそういうのもパワーがなくなる。だからそういう意味でやはりその、ね、糖質を減らすってことはあんまりおすすめはできないですね、というふうにですね、栄養に関しても実はその摂食障害なんかもスポーツ障害の一つじゃないかと。で、これは現役の選手の場合仕方がないかもしれませんが、特に女性は本来は 20% 体脂肪率でいうと 20% を切らない方がいいと言われています。やはりいろいろな生理不順だとかいろんなそのね、ホルモンバランスが崩れます。それで 20% といってもね、やっぱり競技する美しさを言ったらやっぱり 15% ぐらいが必要な場合もあるんですね。だからそれはね、十分気をつけながらやっていく必要があるかなと。むやみに落とさないというようなことも必要だと思います。まあね、ちょっとまだお話したいことは実はあるんですけども、この辺で一回ちょっと質問を受けます。何でもいいですから答えられることは答えますので、質問ある方どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、今の質問を簡単にまとめますと、生徒さんでダンスを、まあ、やるためにね、エアロビクスダンスっていう、いわゆるエアロビクスってありますね、スポーツクラブで。あとフラダンスなんかをやってて、でダンスっていうのはボールルームダンスですね。ボールルームダンスを楽しくやろうと思ってたのにエアロビクスで膝が痛めちゃった。やってて、はい、ああそういうことね。うん、 OK、わかりました。今その話だけ聞いて、まあ、僕が客観的に判断すると、果たしてその膝が痛くなったのはエアロビクスなのか社交ダンスの練習なのかっていうのはどっちかっていうのは分かりますかね。そこがまずポイント。別に社交ダンスが悪いってんじゃないですよ。これ客観的に見る。で、例えばひょっとしたら社交ダンスは先生がついてるから、その先生がちゃんと分かっていればそう痛めないように誘導するかもしれません。
でもエアロビクスっていうのは一人前にインストラクターがいて後ろでバンバンやりますから、そういうことをケアされずにやるので痛くなるかもしれない、ね、で今筋トレのためにエアロビクスって、まあ、おっしゃったんですけど、まあ、エアロビクスってどっちかって有酸素運動で、まあ、筋トレの部類にはまあ入らないですよね、うん、要するに、まあ、どっちかとジョギングとか水泳の部類のカテゴリーに分けられます。ただエアロビクスの教室っていうのはいろんなことをやりますから、確かに無造作にこういうのとかあるんでね、それをこう頑張ってガンってやることによって膝を痛めたかもしれない。でそれが果たして本当にいいんですかと、どうしたらいいんですか。フラダンスってこういうやつですよね。あ、これね、こういうやつですね。フラダンスは膝にはいいでしょう、多分ですよ。ただひねりが入ったらうまくないか、ダメかもしれない。やはりひねる動作っていうのは結構危ないんですね。よって私は見てません、その方を見てないんですけど、言えることはその方にまず膝が痛いなら最初言った整形外科に行ってもらってどうなのかっていうこと。でも僕の予想だと、おそらく医者だと何か発見しない限り、うん、大丈夫だよと、やっぱりあ、エアロビクスやったの、ダンスやったらそれでちょっと今痛いんだね、だからちょっと やめなさい、最悪はやめなさいって言われる可能性が、これが最悪なんですよね。別にやめなくていいのに、やっぱり立場上やめろとか休めっていう人が多い。でどうしたらいいかなんですが、やはりね、その人を見ないとわからないんだけども、そのまずそこへ行くことと、あとはそうだ、対処法としてね、そういう方エアロビクスだとかダンスのレッスンの後に必ずね、その部分を冷やす、これケアとしてアイシングっていうんですけど、どうしても長年生きてたらどっか故障っていうか傷んでくるわけですよ。でそういう何か炎症が起きやすくなってくる。でも特に重要なのはね、そういう痛みが病気じゃない限り、とってもまずいぞというような病気じゃない限り、一生を通してそういうものとうまく付き合っていくっていうことも一つの手です。僕もね、僕はサッカーをやってました、ずっと。だからもう頸椎捻挫とか腰とかやられてまして、もう週に1回ぐらい指圧行ったりね、あとはこういろんなことやんないと辛いわけですよ、いうふうに。でも別に生きるのはしょうがない。でマラソンもやります。でマラソンやった後なんかもう痛いんですけど、さ最初に言ったようにね、スポーツってね、別にもっと喜びだとかそういうことがあるからね、別に痛みとうまく付き合っていけば。で僕はレッスンというか指導の時に言います、0から10痛みに、考えてください。0が全くない、10がもう痛くて我慢できない、今痛いのっていくつですか、これが8とか7だったらちょっとやめましょう、2、3、ちょっと違和感があるな、違和感、いい言葉ですね、違和感があって2、3、2か3、あ、やりましょうって言います。うん、やっぱりそれでやった時の恩恵の方が大きいから、汗ね、ダンスにしても2、3の痛みだったらやって、生徒さんにはもっとそれ以上の喜びを与えてあげればいいと思う。それと同時にケアをすることも教えてあげる。で、アイシング、冷たい湿布でいいですから、そういうものを貼ることによって炎症が抑えられる。そういうことをやって、その生徒さんも痛みが 2,3 でいつも続くようならば、僕はいろんなことをやっていいと思います。ただ整形外科行ってね、なんか病気であるかもしれないじゃないですか、半月板がおかしいとか、そういう腰の場合も、腰が痛いと思ってたら内臓の病気だったってこともあるわけです。だから腰が痛い痛いっていつも思ってたら治んない、やっぱり内科行く必要もある。要するにそういうふうにね、ある一つのことだけを、まあ、信じないって言うと嫌な言い方ですけど、そうしないでこういろんなことに触れていただきたいと思いますね。それでちょっともうあと残り少ないっていうんで、ちょっと宣伝になるんですけど、実はこれね、日本で初めて開発したダイエット法で、まあ、私が総監修して、管理栄養士さんで、先ほどもね、管理栄養士って言ったら栄養士さんっておっしゃった人がいるんですけどね、管理栄養士って栄養士の上です、もっと上で、その管理栄養士さんをね、バーッと全国に集めましてね、その方がパーソナルにダイエットの対応をすると。で本来は運動でしたいんですけど、やっぱりね、そこにあるように2ヶ月で落とそう、実際ね、長年かけた方がいいんですよ、ダイエットも本当は。でももうすぐなんかあるとかいう時に2ヶ月で落としたっていうようなことが現実にある、これに対応してくれってニーズに応えて、じゃあ
全国に運動のトレーニングの指導者をやるのは難しい、じゃあどうしたらいいかっていう時にやっぱメール、今ねメールさえできれば、その管理用紙がある方にぴったりくっついて、担当者が一人一人にくっついて2ヶ月間ね厳密に食事指導をする、簡単に言うとね。それで運動も必要なので、それは運動の専門家に DVD で、いろんな種類の運動を紹介している、そういうのを、ね、一緒にしたプログラムを、まあ、塾のような形でやります。でこれ僕が監修していまして、本当に今日から、先行予約を開始して、先着100名様1万円引きというふうに、そのアカデミアジャパンって下に書いてあるところが販売元ですので、ぜひですね、これも何かのご縁だと思うので、試してみてください。ダイエットが必要な方や、生徒さんがいらっしゃったらおすすめですっていうこと、はい、すいませんでした、宣伝です。ぜひやってみてください、はい。それでね、で、まあ、最後になりますが、僕がねいつも思うのは、いろんなスポーツ障害についてねちょこちょこっとこう取り留めもなくお話ししましたけど、やはりさっき言ったようにスポーツっていうのはね、いろんな健康になる以外に要素がある。でその中で僕は今までずっとボールルームダンスを見させていただいててね、本当にね羨ましい。これはやっぱりね芸術性、これ勝手に僕は思うんですよ、芸術性じゃないですか。いくら体力があっても芸術性がなかったり人間性がない方の表現ってつまんないですよね。でもあんまり体力がなくてもすごい素晴らしい表現をする人ってきっと評価が高いんだと思う。だからそのバランスだと思います。だからダンスって芸術とねスポーツを掛け合わせたもので、すごくこの人間の生活をね、潤う本当にいいものだなと。僕もね実はさっきおっしゃった、僕実はずっとフィットネスクラブに、僕今40、今年で9になりますけど、実は30歳ぐらいまでフィットネスクラブで働いてました。その時エアロビクスもやって、全国大会2位とかになってるんですけど、そういうふうにね、これでもよってダンスはね好きなんですよ。でディスコ世代ですから、そういうのも好きで音楽触れ合いながらね、やっぱりその音楽とか芸術っていうものはすごく心を豊かにする、それにスポーツが掛け合わさったものがダンスだと思うんですね。それをこう指導して、僕堀口さんのとこ行くとね、本当に高齢の方なんかもこう楽しそうに踊られたりしてます。でもうさっきあれ、あ、いらっしゃった。僕ねさっきの延直のね動きに関してはね、僕他の方見てないと分かりませんけど素晴らしいですね堀口先生をスーってなんかムーンウォークの逆みたいにこうやって、やっぱさすがだなと思いながら、ああいうふうにやるんだよっていうふうに言った本当に覚えがあるんです。あんまり本人には言ってませんけど、やっぱりそういうふうに延直の動きとかね、まあいろんなことがあるんですけど、そのダンス芸術と、まあ、スポーツ、ね、の掛け合わせたものの皆さんは世の中に提供されていると思うのでね、僕もねそういうものになんとかお力添えをできたらなと思ってますので、今後とも、ぜひよろしくお願いしますということで、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、はい、先生ありがとうございました。